この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。シートベルトをしてください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は金具の片方を持ち上げてください。 To unfasten, raise the flap. はい、というわけで十勝三ツ又駅の、駅前を出発しまして、次がですね、幌加駅ですね。今携帯で念のため幌加駅の場所確認しようと思ったら見事に圏外でございました。まあ、無人地帯に携帯の電波なんて届かせる必要はないんでしょうね。まあ、ただね、この士幌線跡については僕はさっきこの道路通って気がついたんですけれども、結構ね案内看板が出てます。鉄道の移行の、まあ、幌加駅もちゃんと案内看板が出てるんで、それを見逃さないようにすればですね大丈夫です。問題はね、幌加の次の電力所前仮乗工場です。電力所前仮乗工場の後も僕きちんと Google マップにですね記録してはあったんですけれども、その肝心の Google マップが見れなかったらちょっとね詰むんですよね悔しいなまあ案件の中にはね入ってないんですけど、電力所前は。ただここまで来たからには行こうぐらいに思ってたところなんで、行けないなら行けないでまあいいんですけど、幌加ぐらいまで来たらねなんとは回復しててほしいなとは思いますね。この辺まで来るとね、先ほどの道と違ってだいぶ緑が濃くなって来た感じがします。まあ、春からね、初夏へと山を下るにつれて移り変わっていくという、まあ、そういう道でございます。非常に美しい道です。でもね、なんでここまで鉄道を伸ばそうと思ったのかなって本当思いますよね。ここはなんかね、やっぱり森林開発とかそういうのなんでしょうね。でここでね、地名が幌加になります。地名が幌加になりまして、ここにですね幌加発電所音更取水堰という、おそらく発電所の取水堰ですから、ここから水取って、まあ、どっか低いところに流して発電するとかそういう感じのものなんだろうと思います。幌加駅ね、さすがに幌加駅はナビには載ってません。 Google マップには記録してあるんですが、肝心の電波は動いておりません。まだ圏外です。いやーちょっとね、士幌線舐めてましたね。士幌線舐めてました。国道沿いぐらいは電波は来てるんじゃないかなと私は思っていましたけれども、日本の文明はこの地までは届いていなかったと、まあ、それが現実でございました。あ、でもね、もうちょっと下がればもしかしたらね携帯の電波復活するかも分かりませんから、諦めずに先の方を進んでいきましょう。ちょっとねワープしますね。この辺基本的にはまあアクセル止まなくても、ね、下っていけるぐらいの傾斜があるんですけど、まあ、アクセル踏まなくても追いついてしまうものについてはですね、ちょっとワープして対応していきます。よく考えたらこの傾斜を士幌線登ってきてたわけですよね。すごいですね、完全に山岳鉄道ですね。幌加過ぎたら次タウシュベツ展望台か。なんとかね今日中にね上士幌駅ぐらいまでは、ね、行きたいと思ってるんですよ。士幌線一期、それで現地調査リクエスト、現地調査アンケートの方も、
タウシュベス橋梁の十勝水俣は除くって書いてあるわけですね。まあ、まだねこの時期は日が長いですから全然現地調査できる明るさです。まあ、ちょっとね傾いてはいます太陽は。ただ西日が差すぐらいのまでタウシュベス橋梁も夕日に照らされて美しいんじゃないですか。多分ですよ、知りません。もう山の陰に太陽落ちてですね、暗くてよくわからんっていう絵になっちゃう可能性も否定はできないですね。まあ、そう考えるとやっぱりね手短にタウシュベス橋梁までやっていかないといけないかなとは思います。それにしてもね完全な無人地帯ですね。北海道もね超本気です。これ幌加駅じゃないか、違います。500メートル先、旧幌加駅です。500メートル先に行くと幌加駅の跡があるというわけですね。で橋の上で何やってるんでしょうかね。旧幌加駅跡はですね、なんと今は、幌加除雪ステーションという、お役所の建物が建てられていて、ちゃんとね左折レーンがあると。そしてなんかですね、登山客なのか何なのか分かりませんが、そういう人たちもいるということになります。はい、そしたら現地調査の方を行っていきましょう。